はい、皆さんこんにちは。今だからのびるフィルムカメラのひとりほたです。今日はですね、プリウスの、この部分ですね。ここによく専用のトレイがあるんですけれども、私はトレイじゃなくてですね、ここをちょっと工夫して、革の敷物をしてみたいと思います。ですのでこれから、その革の敷物を作ってみたいと思います。ということでですね、よく見たらここに、これみんなそうなってるのかわかんないんですけど、敷物があるんですね。こんな敷物です。なのでこの敷物の寸法で、革を裁断するとちょうどここに敷けるんじゃないかなと思っていますので、いつもですねフィルムカメラで使う革のストラップに使っている革がありますので、それを裁断してここに置いてみたいなと思います。で、もともとグレー内装の車なんですけども、室内はブラックに統一しようと思いますので、できればこれを黒のですね本革で作ってみたいと思います。はい、ということでこれがシートです。ですのでこのシートをですね、下にある革ですね、革に型を取ってで切り取ってみたいと思います。はい、こんな形でマジックで印をつけてみたいと思います。はい、じゃあこんな感じですね。あとはですね、できるだけ切れるハサミでこれをただ切るだけなんですけれども、たったこれだけの作業でですね、プリウスのトレイのところに引くですね、黒いシートを作ってみたいと思います。ただただですね、私の手元にある革ですね、これ何かに使っていたかというと、これフィルムカメラの、ストラップ用に、革の歯切れですよね。こういったのを持っているんですね。これ、よくですね、都会の方だと東急ハンズさんとかに革の歯切れが売ってたりしますし、手芸屋さんですね、東海さんとかにもあるのかな、そういった、革の歯切れですね、これをただ使ってですね、プリウスの内装に使おうというだけの動画になってしまいますけれども、もし皆さん気になったらぜひですね、こういったこともご参考にしていただければいいかなと思います。はい、切ることができました。これが元の型ですね。型とほぼはい、型通りに裁断ができたかと思います。それではこれ早速ですね、車に取り付けてみたいと思います。はい、型を切り取ったらですね、一応念のためですね、簡単に両面テープで、はい、あんまり粘着力が強くない、両面テープですね。で、一応仮に、はい、止めておいた方がですね、おそらくずれにくいと思うので、こんな風に両面テープで、こういう風にですね、はい、貼り付けたいと思います。はい、こんな風に貼ることができました。これをですね早速車に取り付けてみようと思います。はい、それではこんな風に、もちろんサイズぴったりですね。はい、綺麗にはめることができました。フロアマットとそれから中のこの部分もですね、黒くなりました。だいぶ室内が黒くなったという感じがします。で、ぴったりの大きさにカットしてありますので、ちょっとまだ馴染んでないんですけどね、これで、なんとなく統一感が出たような気がします。今日はですね、本革の歯切れで、センターのコンソールボックスの、はい、シートですねを作成してみました。これからも何か面白いことやっていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。
はい、さよなら。